皆さん、ニャンパス、本日11月25日木曜日に発売になりました、PS3 用ソフト、ファイナルファンタジー13ライトニングリターンズと、PS ビータソフト、シン・ロロナのアトリエ始まりの物語ということで、まあ、こちらはリメイクのソフトになります。これらを、まあ、明日から4連休なんでぬるぬると紹介動画を作成していきたいと思いますが、その前にですね、このソフトと同時に新しく三脚を買いましたので少しだけ寄り道したいと思います。今回買いましたのがこれになります。はい、でですね、健康フォト&ビデオ用ハイクオリティ三脚、初めての方にも簡単な三脚ということで、形式 KM-904 ということで、前に使用してたのがこのスマホスタンドということで、まあ、かなり安定も悪くて、ちょっと角度調整もちょっと微妙な感じだったんですけども、まあこう iPhone を使ったんで、この挟むようですね、こう挟んで ここのチョボにくるくるくるって止めて、まあこれをちょっとした台にこう乗せまして映してたんですけども、新しく買いましたんでちょっと開封していきたいと思います。収納袋気になりますね。開けるとさらに入っています。まあこういう感じですね。説明書ですね。あと三脚いうことで、これはアルミ製ですかね。一応こういうふうに、おお素晴らしいです。こんな感じで、一応ですね、ここにも書いてある通り、全高109センチ、全高エレベーター未使用 90.5、 縮長39センチ、重量 695g で、搭載重量 1kg 以内ということですね。ということで、とりあえずですね、これでですね iPhone を設置したいと思いますので、ちょっとこのということで、この前家で逃げたビデオカメラを設置しました。でかなりいい感じになっております。こんな感じですね。はい、いうことですね。今回、紹介した健康KM904 いうことで、お値段の方が1207円。いうことで、まあ普通。ということで、まあ、今回の動画は以上になります。で、まあ、前半で紹介した2つのソフトについて、また動画作成していきたいと思いますんで、皆さん楽しみにしてお待ちいただけたら幸いかと思います。